あゆなです。今回も実況やっていきたいと思います。はい、ということで今回も続きからやっていきましょう。で、前回元老話の吹き出しの形がそう変わって、多分次ヘルコンドル戦なんよね。頑張っていこう。めっちゃ近かった。近いんすけど。元老話めっちゃ埋もれとる。よくやったのアイナ。ヘルコンドルの手下は全て倒したぞ。お、やったね。さあ、残るはヘルコンドルじゃ。病の元凶を倒し、この地に光を取り戻そうぞ。アイナよ。ヘルコンドルにはお主が町の仲間と共に作り出した。大弓が有効じゃろう。お、左右に置いとるやつね。高い位置なら大弓で射撃し、ひるんだところを一気に畳みかけるのじゃ。高い位置から。さあ、アイナよ、決戦の準備は良いか。ほい。では共に病の根源たるヘルコンドルを。何？なんじゃと？ここは自分一人に任せろじゃと？言ってねえそんなこと。うん、わかった。わしらは足手まといじゃ。ここはお主に任せる。うわ、逃げられる。頼んだぞアイナ。ヘルコンドルを倒し、光を取り戻してくれ。ちょっとみんな、いやー揺れる。ヘルコンドルはどっちの方向に来るの？見えねえ。階段で見えねえ。ああ。てか、あれってさ、モンスターに連れ去られよるわけじゃなくて、普通に消えよるだけなの。マジか。お、来た。大空かける病の主ヘルコンドル。さあ。あっちだ。これを打ち込めばいいんやね。え、待って。ヘルコンドルに呼び出した魔物。あ、あれ。いやー、ダメージ。ちょ。へいへいへい。いや、早いね。てて。ん？なんだ、なに。ヘルコンドルの攻撃？どこにおるん？おらんくなった。こっち？え、おらんけど。あ、来た。これで、ヘルコンドルに弓を。間違えた。弓を打ち込め。はあ。お、地上に落ちた。これ？ひるんだ隙に叩きのめせっていうやつ。あ、間違えた。すごいダメージね。51とか聞きようやけど、やばくない？お、これは？ヘルコンドルに弓を打ち込め。待って。ん？仲間呼んだ。はあ。ほら、もうモンスター倒すの超早いんだけど。あれ？おらんよね。向こう側ってこと？呼び出した魔物を倒せってまだ出とる。ん？ピコーンって言ったね。あ、おる。てか何これ。反対側めっちゃ全体的に毒の沼地になっとんやけど。うおー。やべえ。え、で？あ、向こう側。うわ、なに。いやー。待って。超飛んだ。やめてよ、そういうの。しかも毒の沼地だから早く歩けないんだ。ヘルコンドルはどこさ？あ、弓を打ち込めて出た。え、ヘルコンドルは 羽を休めている？うお、おる。ちょっと待って。打ち込むから待って。仲間呼ばれた。ちょっと、君たち。はあ。へい。おし。あ、やべえ。で、また反対側？魔物を倒せっていうのが消えてない。この毒の沼地動きにくいからやめてくれないかな。これだけ？オッケーね。よいしょ。ちげえ。メニュー開きすぎ。で、いる？ん？いないけど。あ、待って、怖い。え、どこ？あ、あっち側やん。ちょっと待って。あ、移動する？あ、移動する。向こう側に作った意味。はあ、これで、ほ、どうよ。よう、危ねえ。地上に落ちた。さあ、なんかすごいブサイクだな。ね、顔やばくない？弓を打ち込め。待って。あ、仲間呼んだ。待ってよ。へい。あ、向こう側移動しよる、ヘルコンドル。混乱した？大丈夫？
おお、あれは誰の攻撃？ヘルコンドルの攻撃ってことかな。あ、向こう側移動しよる。待って、早く早く早く。お、やべ、早っ。ちょっと待って待って待って、体力体力。よし、オッケー。自分の体力見てなかったわ、危ね。なに、ちょ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 、なに、え、この竜巻追いかけてくるん？マジで？ちょっとヘルコンドル羽休めよりよ。早く早く、どここれ。うお、あ、ここ、ちょ、早く仲間呼んだ。やべえ、あの竜巻って一方向に生きうるわけじゃなくて追いかけてくるんやね。魔物を倒せ。うお、街中にまで。ってことはいろんなものが破壊されるんじゃないのか。まあ敵との、あんなとこに埋もれとる。この縁におったら大丈夫なんかとか言って、なんか壁壊しそう自分で。あ、今こっち側におる。ちょ待って、こっち側におるよ。いや、建物邪魔。ほら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 。あ、待って待ってよ待ってよ、呪いは呪いは私。へいへいへい。あ、でも体力もう半分以下半分以下。いけるいけるよ、私いけるよ。お、どう、あ、あ、降りてしまった。あと1回あと1回やったのに。やべえ、あ、なんか壊されとるし。誰壊したん。もう、あ、光る。あれは一体何なんやろ。え、攻撃なんよね。まあ、何なんやろっていうか攻撃なんよね。はははは。で、これぐらいのタイミングであれでしょ、竜巻が来るんでしょ。ん、来ない、あれ来ないね。こっち側おる、おらんやん。あ、待って待って待って、竜巻来よるって。竜巻、いや、ちょっと待って、これってさ、避けれんの、避けれんの。だってさ、逃げた方向とかに来るじゃん普通に。ちょっとジャンプした方が早かったりする。あー、待って、扉どこ。やべえ、もたもたしすぎだ私。仲間仲間呼ばれた。もう何回倒してもじゃないか。やべえ、しかもまた体力。あー、危ない。このさ、モンスターの攻撃もモンスターに効けよって思うよね。よいしょ。え、だって実際におったら絶対効くことない、あんな。もうなんか扉から入る意味すらあるのかどうかっていうぐらい破壊されてるけど。よし、さあ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 、こっち側にいる、こっち側にいる。あ、ほら、今のでめっちゃ破壊されたでしょ。まためっちゃ破壊されたでしょ。で、あ、来た来た、落ちた。よし、次こそ。ははははは、は、最新の一撃出てくれんかな。あ、これいけるんじゃない、いけるんじゃない、いけるんじゃない、このまま。おっしゃ、いったー、おっしゃ、いったー。なんか落ちてきた。ヘルコンドルを倒した。へ、ん、何、お、初めて雨雲の飾りを手に入れた。なんだそれ、雨雲の飾り。おお、雨雲の杖、周囲に聖なる雨を降らせる杖、病に侵された大地を浄化する。お、すげえ。てか何今の、ふーって。お、みんな、みんな？みんなどこから出てきてんだ？やったよ、倒したよ。あ、L にびっくりマーク。ほい。あー、アイナ様、ついにヘルコンドルを倒してくださったのですね。おう、おう、なんという、なんという、なんということでしょう。これでこのリムルダールの地に蔓延する病も根絶できるはずです。アイラ様、本当に、本当にありがとうございました。いえいえ。ところでアイラ様、手にされているその不思議な結晶は何です？ひょっとすると、ビルダーであるあなたなら闇を晴らす特別な道具を作れるのではないですか？あ、これこのまま使える、使えるわけじゃないんや。え、なんか思いついた？思いついてない。なに、雨雲の杖？を作れって。ここどこで作ったらいいか分からんけど、とりあえず一番近いとこに入ってみた。なんか作りよるけど、お、一番上にある。
作れるやん。やったね。超泡でやるけど。雨雲の杖を1個作った。これで、エルを走ってきよる。へい、作ったよ。おお、なんということでしょう。それがこの地の闇を晴らす伝説の杖なのですね。ちょっと手前の言論は超邪魔なんだけど。アイナ様、どうかその雨雲の杖を希望の旗に掲げてみてください。旗？ここで使えって。間違えてセーブしそう。これでいいんかな。お？何？おー。めっちゃ掘り投げた。どうなるんこれ。あ、雨降らせるんやっけ。え、でも雨はずっと降りよらんかった。特別な雨が降るってことかな。おー、すごいね、なんか。オーロラみたい。お、晴れてきた、晴れてきた。おー、いい天気だね。てか、めっちゃ綺麗に見えるね。リムルダールの地に光が戻った。やっぱ、建物に屋根があると変わるな。お、アユナよ、よくやりました。これでこの地も、竜王の悪しき力から解放され、人々は自らの力で町を浄化していくことでしょう。この竜王の支配？竜王の悪しき力から解放されたら、みんなも物作れるようになるんかな。しかし、忘れてはなりません。この世界には、あなたの助けを待つ人がまだ多くいることを。なんかこの、なんとか編、なんとか編って区切られるのもいいんやけどさ。なんか、いつでもさ、今までの街に、シュンシュンシュンって行けて、今の様子が見れるとかあったらいいのにね。アイナ様、なんということでしょう。見てください。空に光が。光が。なんかこのリムルダール編でもたまにメルキドに行けたりとか。その夜、アイナの勝利とリムルダールの解放を祝い、ささやかな宴が開かれた。町の住人たちは皆笑顔で宴を楽しんだが、心の奥で病に倒れた人々に思いを馳せていた。ね、あの三人ちょっとね、かわいそうやった。そして住人たちは、これから行われるであろう、まだ見ぬ患者の治療に、密かな決意を固めるのだった。そして、夜が明けた。お、お目覚めですか、アイナ様。おう、なんと顔色の悪い。ふふ、昨夜は少し馳せぎすぎましたね。ずっと心にかかっていた闇も晴れ、あんなに笑ったのは久しぶりでした。ところで、アイナ様、昨夜は祖父が、元老王様が、しきりに反省をして小さくなっていましたが、何かあったのですか？何があったんやろ。わからない。ウルスのことかな。なんとなく聞かなくてもわかる気もしますが、うふふふ。笑いよるってことは別のことかな。私にはわからんのだが。おう、そうでした。それはそうと、アイナ様。実は私は今朝、北の丘に美しい光が舞い降りるのを見たのです。お、また新しい土地の？もしも気になられるのなら、様子を見に行ってみてはいかがでしょうか。ということはもうこの地ともお別れということだな。北の地。ん？こっち東か。お、あれだ。よかった、埋め立ててて。ね、ひょ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 いといける。今回もあれかな、誰か追いかけてくるんかな。とりあえずこの辺から。こっちからかな。あ、待って、斧に変えとこ。こういうのを壊すのは斧の方がいいような気がする、勝手に。よいしょ。ほい。これで、あれ？奥に入っていきよった。よいしょ。お、いけたいけた。めっちゃ光り輝く。なんか前よりさ、光り輝く度合いが増してないか？ほい。ということで、その光は次なる地へとあなたを運ぶ光の扉です。この地で得た力も学んだことも新しく目覚める地では通用しないでしょう。もしひとたびその光の扉をくぐれば、あなたは全てを失うことになるのです。またか。しかし、アイナよ。それでもこの世界に闇を払いたいと願うなら、光の渦の中に飛び込むのです。すべては精霊の導きのままに。ということらしい。うわぁ、待って。待てよ、おい。お、一発だった。ここでアイテムが出てもね。
はい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローよろしくお願いします。ツイッターの方は動画を見てきましたと一言くだされば私の方からもフォローを返させていただきたいと思います。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。ってことでググったらまた誰か来るんかな。前回ロロンドが来た件、今回は元老話かな。次の大地へと旅立ちますか。はい。お、エルやった。まさかの。アイナ様、やはり行ってしまわれるのですね。お止めしたいのは山々ですが、それは私の個人的なわがままというもの。無理を言ってお引き止めするわけにもいきません。なぜならアイナ様はこれからこのアレフガルドを覆う闇という大きな病を治しに行かれるのですから。どうした。お、申し訳ありません。私としたことがちょっぴりうまいことを言った気になってしまいました。なるほどね。いいんじゃないかな。アイナ様、寝るときは暖かくして風には気をつけてくださいね。栄養をきちんととって適度に運動をして、それから、母親か。アイラ様、ささやかですが、最後に私から一つお渡ししておくものがあります。新たな地で、悪しき者と戦うために、どうかこれだけはお持ちになってください。てか、こうやってね、これだけは持っていけみたいな、前回もさ、ピリンからの桃垣の実があったけど、持っていくものを、これは持っていくってできるなら全部持っていけよな。さようなら、アイラ様。どうか新しい地でもお元気で。なんで新しい地に行くってわかるんやろ。まあわかるか。旅の扉的な感じやもんね。おー、旅だった。